三角山放送局チームクレレッコの行ってみることに。皆さんこんにちは。私たちはことにのご当地アイドルチームクレレッコです。今日のメンバーは秋吉舞と須藤小雪と工藤さらと高橋美鈴と山田愛理です。ここからの30分間はチームクレレッコの行ってみることににお付き合いください。この番組はチームクレレッコのメンバーがことにの魅力を発信していく番組です。私たちの普段の活動や最新情報、スイーツ&バーブランシュことにの情報などもお伝えします。放送は毎週水曜日の午後5時半から午後6時です。はい、ということで今日は真のジュナちゃんがお休みということでね、はい少しちょっと不安な気持ちもありつつなんですけど、今のメンバーで盛り上げていきたいと思います。はい、さて早速メッセージが来ているので紹介していきます。はい、ラジオネーム K 村さんからです。クレレッコの皆さんこんにちは。こんにちは。6月もあと1週間ということで今年も早くも半分が終わろうとしてますね。ところで皆さんは月日の速さ以外で早く感じることって何かありますか？ぜひ教えてください。はい、ということで、ある人いますか？はい、私ですか？はい、なんかたくさん来てくだ、お客さんが来てくださった日のライブの特典会ってめっちゃ早くないですか？確かにめちゃめちゃ早い。楽しい時間とかそういうのってやっぱ早く過ぎますよね。あっという間に1時間で、終わっちゃうの、終わっちゃうのあるよね。確かに寂しいよね。そういうなんか楽しければ楽しいんだけどね。早く過ぎますね。わかる。ということで特典会です。はい、続きましてラジオネームたっくんさんからです。はい、クレレッコの皆さんこんばんは。こんばんは。今日はジュナのソロ公演を見るため東京でラジオを聞いています。はい、来月クレレッコは東京、福岡と遠征に行かれますね。ぜひ全力で楽しんで、そして一つでも自分にプラスになる発見してきてください。仕事が休みな限り見に行く予定です。さて今日は何の日か調べてみたら天ぷらの日でした。自分はかぼちゃの天ぷらが好きです。皆さんは好きな天ぷらありますか？あれば教えてくださいとのことでした。はい、じゃあアイニャン、はい、好きな天ぷら教えてください。私はピーマンが好きです。ピーマン好きってかまってるよ、ね、珍しいかもしれない。でも塩で食べたりとかめんつゆで食べたら美味しいです。確かにピーマンはもう野菜そのものが好きなの。そうなんです。ピーマンが好きなんです。なるほど。で、アイニャンピーマンということで、おすずは？私はかぼちゃ。美味しい。ああ、かぼちゃなんだ。王道な美味しさだね。ね。コエリンは？プリン、エビです。エビ。王道ですね。王道ですね。はい。ということで、今日も頑張りましょう。さて、この番組では、私たちへの質問やリクエストなど、皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先の紹介を、アイニャン、お願いします。はい、メールはリクエストアットマーク三角山 .co.jp、 ファックスは 011-640-3331 です。ツイッターでご参加の方はハッシュタグ行ってみることに、ひらがなで行ってみることにとともにつぶやいてくださいね。そしてこの番組はツイキャスでも配信しています。ツイッターでことにアイドルプロジェクトのアカウントがありますので、こちらから生放送の様子を見てもらえます。ツイキャスからのメッセージお待ちしてます。それではここから30分、チームクレレッコの行ってみることに、どうぞお付き合いください。この番組は株式会社クレイドルの提供でお送りします。ことにに美味しいソフトクリームと手作りクレープのお店ブランシュことにがオープンしました。ソフトクリームには倉島乳業の美味しい牛乳を使っているので、濃厚なソフトクリームを楽しめます。ことに栄町通り沿い、ことに一条五丁目、地下鉄ことに駅一番出口から徒歩1分、皆さんのお越しをお待ちしております。行ってみることにのお店。
このコーナーではコトニ飲食業組合のご協力のもと、コトニで魅力的なお店をご紹介していきます。今日は博多豚骨ラーメン泉屋さんをご紹介します。きめ細かくクリーミーな泡が美味しさの真髄と言われる博多では、不動の人気を誇る元祖泡系博多一行社さんから独立して、その味を確実に継承し、本場の豚骨ラーメンを札幌にいながらにして味わえる素敵なお店です。事前に新野樹奈ちゃんが取材に行ってきました。それでは早速インタビューの様子をお聞きください。どうぞ。ここからはコトニのお店紹介コーナーです。今日は博多豚骨ラーメン泉屋さんに伺っています。店長の古川翔太さんにお話伺います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では泉屋さんはいつからお店を始められたんですか？2019年9月25日からオープンしております。はい、ここではどんなお料理を楽しむことができますか？はい、本場九州福岡の博多豚骨ラーメンをお召し上がりいただくことができます。ありがとうございます。お店のこだわりは何かありますか？はい、当店福岡にある有名店博多一行社さんから独立して、その味をそのまま引き継いでますので、本場の味をお召し上がりいただけます。ではこの時期おすすめのメニューは何かありますか？夏場にさっぱり食べれる塩豚骨ラーメンがおすすめです。ありがとうございます。ではテイクアウトのメニューはありますか？はい、ラーメンメニュー、替え玉、ご飯物のメニューに限りテイクアウトができます。その他ジャマイカンさん、フードパンダさんでデリバリーもやっております。ありがとうございます。ではお店の場所を教えてください。はい、ことに2条1丁目3の5、玉田ビル1階です。本当に本通りと市場通りの交差点で、牛丼の松屋さんの斜め向かいになります。ありがとうございます。予約やお問い合わせ先を教えてください。はい、080-1869-4022 です。はい、では最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。はい、札幌ではなかなか食べられない本場の博多豚骨ラーメンをぜひ食べにいらしてください。はい、今日は博多豚骨ラーメン泉屋さんから店長の古川翔太さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今日の行ってみることにのお店は博多豚骨ラーメン泉屋さんをご紹介しました。ここでお得な情報を追加させていただきます。はい、小学校1年生より小さなお子様のラーメンは無料。ランチタイム11時から14時は小ライス無料。学割学生サービスですね。はい、学生証提示で替え玉またはライス無料。すごいですね。すごくお得な、はい、はーい、サービスも行われているということで、はい、こちらですね、ラジオを見てる方は想像してほしいんですけど、あのラーメンなのに白くてすごく泡がいっぱい乗ってて、ね、すごくあのクリーミーそうだけどすごく美味しそうなね、具材もたっぷりな感じのラーメンでございます。すごく美味しそうですね。はい、白いラーメンってあんまりこう、そうですね、ね、馴染みがないんですけど、そうですね、あ、でも博多のラーメン、はい、本場ということでね、うん、それなんか気軽に札幌にいながらね食べれるならね、はい、なんか食べてみたいですね。食べてみたいですね。はい、はい、ということでですね、この時間は行ってみることにのお店のコーナーでした。それでは一曲お送りします。本日リクエストをいただいております手紙という楽曲は、青春学園さんの代表曲で、私たちチームクレレッコもカバーさせていただいております。はい、青春学園さんは学園長でプロデューサーのしゅんさんが率いる福岡初のロック系アイドルユニットです。一つのグループとしてではなく、活動の幅が無限に広く、いろいろなユニットがあり、事務所の垣根を越えたもの、特に浅草レインボーブリッジではチームクレレッコの新野樹奈ちゃん、須藤小雪ちゃんも加入しています。はい、はい、そして私たちチームクレレッコも青春学園さんが主催されている青春ワンダーランドに出演させていただいたり、私たちのチームクレレッコのガールズリンクなどのライブにご出演させていただき、仲良くさせていただいています。さらにしゅんさんにはたくさんの楽曲をご提供いただいていて、これから発売となる新野樹奈ちゃんの新しい CD のパラレルワールド、
君の夢が叶うならも作ったのはしゅんさんです。それではそらちゃん曲紹介お願いします。はい、青春学園さんで手紙です。どうぞ。何遍も何遍も君の名を呼んで、何遍も何遍も この時間ことにクイズをお休みして皆さんにお知らせです。最近テレビやニュース、そして私たちの SNS で e スポーツという言葉が飛び交っています。ここ 1,2 年で急速成長してきた e スポーツ、何のことかわからない人もいると思いますので、
簡単に説明しますと、これはエレクトロニックスポーツの略で、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として行うものです。今では世界各国で様々な e スポーツの大会が開催されており、今年の4月には IOC 国際オリンピック委員会が e スポーツの公式大会を開催するというニュースが発表されました。そして今回私たちチームクレレッコは第1回アイドル e スポーツ選手権地域対抗戦北海道 VS 鳥取 VS 島根という e スポーツの大会に参加することになりました。これは現役アイドルも e スポーツ選手になれるのかというプロジェクト企画から始まり、3月3日の行ってみることにの番組でも紹介した札幌の e スポーツの聖地ビラ甲子堂大通りを運営する甲子堂さん、そしてことに飲食業組合青年部のことにアイドルプロジェクト、そして私たちチームクレレッコの芸能事務所クレイドルの3団体が共同プロジェクトを組み、6月27日日曜日に北海道 e スポーツ協会、鳥取県 e スポーツ協会、島根県 e スポーツ協会の3団体が開催する大会に挑戦します。参加する現役アイドルは鳥取県代表ジュビリージュビリーさん、島根県代表フラドリリックスさん、北海道代表チームクレレッコの3組です。チームクレレッコからは山田愛理と須藤小雪と高橋美鈴の3人が参加します。このアイドル3チームが約1600キロ離れた北海道、鳥取、島根の各会場をオンラインでつなぎ対戦します。この大会で対戦するゲームはフォートナイトというバトルロイヤルゲームで、各アイドル3人1チームのトリオで生き残りバトルゲームとなっております。フォートナイトの説明をアイニャンお願いします。はい、フォートナイトとはバトルロイヤルゲームです。他のゲームとの大きな違いは、敵と戦いながら建築ができるところが醍醐味の一つです。有利ポジション、不利ポジションを覆すことができることが建築のいいところとなっております。そして最後に勝ち残ったものが勝利します。なんか生き残りバトルゲームみたいな感じなんですね。はい、なるほど。この模様はですね、この放送を配信していることにアイドルプロジェクトのツンキャス、私たちチームクレレッコが毎日配信を行っているショールームで中継されますので、今度の日曜日午前10時から12時の間、ぜひ見ていただいて私たちを応援してください。よろしくお願いします。はい、最後にですね、チームクレレッコチーム代表のアイニャンこと山田愛理ちゃんから大会に向けての意気込みをいただきます。はい、初めて参加させていただくのですが、このような機会はなかなかないし、この e スポーツはやっぱりすごく最近流行ってるし、こう波に乗ってるものにこう自ら参加させていただけるのはすごく嬉しいので、楽しみながら一緒に戦ってくれる須藤小雪ちゃんと高橋美鈴ちゃんと共に勝利を目指して頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。詳しくは、なるほど、他のメンバーもですね、はい、意気込みのほどちょっとお願いできますか。じゃあ須藤小雪ちゃんからお願いします。はい、フォートナイト自体まだプレイしたことがなくて未知の世界なんですけど、まあ心強いアイニャンとね、おすずがいるので精一杯頑張って勝ち取りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。負けず嫌いですか。ゲームになるとちょっとそうなのかもしれない。なるほど、今ちょっとなんかメラメラを感じた。飛んでみた。はい、おすずはどうかな、はい、意気込みのほどは。私もフォートナイトをプレイするのが初めてなんですけど、山田愛理ちゃんと須藤小雪ちゃんと一緒に精一杯頑張るので応援よろしくお願いします。お願いします。そう、同い年の3人なんだよね。そうですね、はい、そう、じゃあ仲良し3人組ということで、ね、はい、頑張ってください。はい、はい、詳しくは私たちメンバーの SNS ことにアイドルプロジェクトの SNS をご覧ください。皆さん応援よろしくお願いします。リスナーさんからのメッセージを紹介します。それではまずアイニャンお願いします。はい、ラジオネームアッキーさんからです。
チームクレレッコの皆様、こんかりーにょー。こんかりーにょー。いつも楽しみに拝聴しています。6月の目標、シンクロ率を高める素敵な目標ですね。新しい曲にも挑戦し、細かなところも話し合って決めるなど、モチベーションの高さとどんどん実力をつけてきてることが伺え、楽しみしかありません。これからも楽しませてくださいね。さて、今年も残すことあと1週間、まるまる半年を迎えますね。今年じゃなくて今月ですね。今月を残すことあと1週間ですね。はい、はい、そこでメンバーの皆様にお聞きします。この半年でこれは達成したよなど、せっかくなのでポジティブな話題がありましたら教えてください。頑張ってる皆さんが大好きです、ということです。はい、なんかさっきこれメッセージいただいて、こうクレレコメンバーみんなで喋った時に、これはあれじゃないかなっていうことで、先月にね、あのメンバーがそれぞれミッション達成したんですよね、クレレコメンバー全員が。これ初めてのことだったので、それはなんか一つね、この半年でね、大きい思い出ですね。そうですね、じゃないかなって思います。はい、はい、では続きましておすずかな、はい、お願いします。ヤマチェンアット須藤組さんからです。はい、クレレッコの皆様こんばんは。こんばんは。いつもツイキャス YouTube などで拝見させていただいてます。今日6月23日は沖縄慰霊の日らしいですが、北海道に関係することだと昭和新山が誕生した日だそうです。クレレッコの皆様は、昭和新山の思い出エピソードとかありますか？昭和新山といえば噴火山のイメージがありますが、昭和新山の熊牧場はご存知ですか？はい、登別熊牧場が有名すぎて昭和新山の熊牧場をあまり知られていないようですが、登別熊牧場の半額で観覧できて、登別の熊同様芸をしておやつをねだりするんですよ。はい、楽しいですよ、よく行ってました。熊つながりでつい最近札幌で熊が住宅街をうろうろする騒ぎがありましたね。ありましたね。北海道といえば熊ってイメージがありますが、目の前に現れたらさすがに怖い生き物ですよね。 PS、 今日は南野陽子さんの誕生日でもあります。これからますます暑くなる季節になりますので、体調には十分気をつけてくださいね、ということです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。昭和新山に関するエピソードあります？さすがにちょっとアイデア持ってないよみたいなとこなんですけど。そうですね、でもまあこの人生の中で一回行ってみたいですね。行ってみたいと思います。はい、はい、では最後にコイリンで締めてもらいましょう。はい、ラジオネーム、まいまいは恋人の失礼いたしました。はい、じゃあね、まいまいは心の恋人、ひろひろさんからです。失礼しました。はい、クレレッコの皆さんこんばんは。こんばんは。毎週楽しい放送ありがとうございます。週末のライブも楽しかったです。まいまいが髪を切ってきて前髪を少し切りすぎたと言っていましたが、パッツン風まいまいも新鮮で可愛かったです。自分も日曜日に髪を切ってきましたが、特にこだわりはないので、いつも安い理容店を利用しています。はい、ダジャレ、ダジャレ書いてます、ダジャレって。なるほど、ダジャレ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。クレレッコの皆さんは髪を切るとき美容室を決めているとか、前髪や触覚や姫カットなど何かこだわっていることはありますか？では暑くなってきたので水分補給を忘れずに今週も頑張りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でもこういうやっぱ女子力系の話題はアイニャン強いですね。そうですね、なんかありますか？なんか私は小学 5,6 年の頃からずっと通ってる美容室があるんですけど、そこの美容室に行って、絶対同じ人に髪の毛を切ってもらうことが私の最大のこだわりです。すごいそれはすごいこだわりかもしれない。小学校もう5年とか前からずっと通ってるってこと？はい、そうですね、ずっとその方にお願いしてます。冒険したくならないね。もう あの安心なので、他に任せられないか。逆にそうなの。そうだよね。はい、なるほど。なので追いかけてますその方。なるほどね。はい、じゃあ女子力ガールは専属の美容師さんがいるということで、はい、なるほど、お勉強になりました。はい、ということでですね、メッセージありがとうございました。ありがとうございました。
お送りしてまいりましたチームクレレッコの行ってみることに、そろそろお別れのお時間です。まずはイベント情報とスイーツ&バーブランシュことにからのお知らせです。イベント情報はですね、この後19時30分から、はい、札幌リンクスホールで、秋吉舞プロデュースのグリコ公演があります。まあ、とにかく可愛いメンバーが可愛い私服を着て、はい、可愛い曲を歌い、はい、まあ、ブリブリするっていう、まあ、皆さんもあの P も得な、はい、あのイベントになっております。はい、ブランシュことにはですね、6月限定のカフェ丼があるのと、はい、あとクレープもね、6月限定で2つ、はい、ブリュレクレープとやみつき旨辛ザンギクレープです。さすが、さすがアイニャなんですけれどもはい、出ています。そしてこの番組は YouTube で後日配信します。はい、今日の放送は金曜日のお昼12時頃にことにアイドルプロジェクトの YouTube チャンネルにアップしますので、こちらもぜひ見てください。 YouTube でチームクレレッコの行ってみることにで検索してみてくださいね。また放送終了後に行っていることにクリーン大作戦2021ですが、新型コロナウイルスの緊急事態宣言による札幌市からの不要不急の外出往来自粛の要請により今日もお休みです。再開は改めて告知しますので、再開の時には皆さんご参加くださいね。さて皆さん、今日の放送いかがでしたか。はい、はい、ということで、あの今日はあの我らがリーダー真野ジュナちゃんがお休みなんですけど、はい、あの何も問題なく無事にこうやってラジオを、うん、あの進行できた秋吉舞ちゃんに皆さん拍手をください。ありがとう、優しいすごいと思っちゃって、みんなが優しい、ね、あの頑張れますが、でも本番前結構テンパってたんだよね。そうですねみんなで焦ってみんなでどうするどうするとか言って、だからジュナちゃんの存在はやっぱり偉大ですね。偉大です。ジュナちゃんがいるからみんなパニックにならずに、住んでるということで、はい、ジュナちゃんありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではそろそろお別れです。今日はチームクレレッコの行ってみることにを聞きながらお別れです。ここまでのお相手は秋吉舞と須藤小雪と須藤沙羅と高橋美鈴と山田愛理でした。それではまた来週、せーのバイバイ。美味しいソフトクリームと手作りクレープのお店ブランシュことにがオープンしました。ソフトクリームには倉島乳業の美味しい牛乳を使っているので、濃厚なソフトクリームを楽しめます。ことに栄町通り沿い、ことに一条五丁目、地下鉄ことに駅一番出口から徒歩1分、皆さんのお越しをお待ちしております。この番組は株式会社クレイドルの提供でお送りしました。